どうもいつもお世話になります。本日は環境エネルギー委員会の提言、我が国における原発のあり方、豊かな国民生活を支えるベースロード電源として社会に需要されるためにという提言について、浅田照夫委員長からご報告いただきます。よろしくお願いします。はい、どうも皆さんこんにちは。私は久しぶりの記者会見で、社長を辞めて会長になってから記者会見ってないもんですから、昔は貿易クラブ、記者クラブ、それからカブトクラブでいろいろあったんですけど、楽しみにしております。一つよろしくお願いします。それでは内容すでに、お回していただいている資料等々を参考に していただきながら聞いていただければと思います。経済同友会は震災後の2011年7月に祝原発の考え方を打ち出しまして、安全性の確認された原発の再稼働、中長期的に原発依存度を一定水準まで低減、原子力安全の技術、人材の維持による世界への貢献等々を提唱してまいりました。しかしながら皆様ご承知の通り、3年以上経過する現在におきましても原発再稼働については一部の原発が新規制基準への適合は認められましたものの、いまだに稼働せず、またエネルギーミックスの目標も議論が始まったばかりという状況でございます。そこで本会では私が委員長を務めます環境エネルギー委員会を中心に、今後の原発の在り方について祝原発の考え方を深掘りし、より具体的な提言とすべく集中して議論を進めてまいりました。本日はその結果を取りまとめました提言についてご説明をさせていただきます。それではポイントを絞ってご説明いたします。まず4ページの初めにでございますけれども、安全の認められた原発は再稼働させる、中長期的にはその依存度を一定水準まで下げる、さらには技術やそれから人材を維持し世界へ貢献するといった同友会がこれまで掲げてまいりました祝原発の趣旨を正しく説明するとともに、原発に関する問題意識並びに今回の提言を出すに至った背景を説明しております。5ページでありますが、原子力災害からの復興と事故の反省を踏まえた原子力安全の徹底を最優先課題とした上で、原発が前期停止したことで国民生活や経済活動に深刻な影響が生じていることを改めて指摘しております。特にエネルギー自給率の低下、コストの上昇、温室効果ガス排出量の増加について震災前後を比較した事実関係を明記しております。6ページでありますが、ベースロード電源として相当な期間原子力を活用していく必要性を明記しております。ちなみにベースロード電源とは、低廉で昼夜を問わず安定して発電できる電源でありまして、原子力、石炭、地熱、水力があります。震災前は総発電量の約 60% 強、これらのがベースロード電源で賄っておりましたが、原発が止まってしまった結果、現在は 40% 未満にまで低下をしております。具体的には第2パラグラフ以降におきまして、ベースロード電源としての原子力の特徴と S プラス 3E を満たしてそれを代替するエネルギーの確保が難しい状況であること、地球温暖化という世界共通の課題に対して CO2 を排出しない電源、いわゆるゼロエミッション電源である原子力に対する期待の大きさ、世界全体で今後は原発による発電が大きく増加する見込みであることなどを指摘しております。以上を前提といたしまして、7ページ目の後半から今後の原発の在り方に関する具体的な提言を記載しています。あくまでも基本的な考え方は、豊かな国民生活、グローバルに競争力のある経済活動、そして地球規模の課題である温暖化防止への貢献、これらをベースにしたものであります。具体的提言は6つございますが、まず一定水準の原発を利用していくための前提として、社会から受け入れられるための条件、持続可能な原子力事業の条件を満たす必要があることを国や事業者に求め、その上で祝原発を具体的にイメージするために原発依存度に関する考え方を示した形となっています。まず原発を引き続き活用するにあたっては、何よりも社会から受け入れられなくてはならず、その必要条件につき8ページ9ページの提言1と2で示しております。
まず提言1におきましては、安全神話と決別し、シビアアクシデントは起きうるということを前提にした多重の安全対策を取ることや、事業者による自主的安全性向上の必要性があることを述べております。また特にオフサイトにおける安全対策として、再稼働の有無を問わず、避難計画の充実が必要であり、計画の策定には積極的に国が関与すべきことを示しております。9ページの提言2におきましては、原発に対する国民理解の醸成について提言しています。 IAEA がその活用を強く勧告している確率論的なリスク評価などを用いた分かりやすいリスクやコストの開示、あるいは事故発生時における情報開示への備え、また立地地域のステークホルダーを交えた議論の場の設置など、国や事業者に対し正確な情報開示とコミュニケーションの徹底を提言しております。こうした社会に受け入れられるための努力に加え、今後電力システム改革が進展していく中で、原子力事業を持続可能なものにしていく環境整備も必要となりますが、その点を10ページ11ページの提言3および4で示しています。10ページの提言3におきましては、英国で導入された差額決済契約 CFD などを参考にした政策的支援に加え、電力システム改革が進む中で民間発電会社による原発保有が困難となった場合には、必要に応じて政府や自治体による出資や国有民営化など運営主体の在り方も柔軟に考えるべきとし、国の関与による安定した原子力事業体制の構築を提言しています。またその中では、廃炉の会計処理に対する政策的措置や廃炉原発の地元自治体への新たな産業の誘致についても言及しています。11ページの提言4におきましては、いわゆるバックエンド問題の解決について、国がより一層積極的に関与し、実効性のある解決策を政治の責任で示すべきであると提案しております。高レベル放射線廃棄物の処分については、最終処分場を決定したフィンランドもその決定までに30年を要したことを踏まえ、科学的視点から国が処分地を選定し、地元の理解を求め、粘り強く最終処分場を検討すべきとしています。さらに、プルトニウムバランスの維持、高レベル放射性廃棄物の有害度低減のためにも、高速炉を用いた再処理など核燃料サイクルは推進すべきということを提言しているわけであります。以上の提言1から4を前提として、12ページ13ページの提言5と6において2030年時点とそれ以降の2つに分け、原発依存度の考え方について述べています。まず2030年時点でありますが、提言後におきまして、原発依存度は可能な限り低減させるが、2030年時点では 20% 程度を下限とすることが現実的であるとして、2030年時点の原発比率を示しています。なお、この 20% という比率でありますが、12ページ下から2段目のパラグラフにもありますけれども、総発電量を2010年レベル、設備利用率を 80% と仮定し、さらに40年廃炉を厳格に適用した場合には、2030年の原発比率は 15% 程度となることから、仮に全ての原発が再稼働したとしても、いくつかの原発については運転年限の延長などが必要となる規模であります。また先日の国の有識者会議でも試算として示された、省エネ対策後の2030年における電力消費量9373億キロワットアワーにおいて試算いたしましたが、それでも約 16% とほぼ変わらない依存度となります。また12ページの再稼働より 20% を下限とする根拠を示しています。第一には、ゼロエミッション電源としての必要性であります。2009年に作成された長期エネルギー需給見通しでは、2030年時点でのゼロエミッション電源比率、すなわち再生可能エネルギーと原子力の合計発電比率を努力継続ケースで 51% と見込んでおりました。2050年までに温室効果ガス 80% 削減を目標とした先進国の一員として、少なくとも震災前の 40% は上回り、
努力継続ケースである 50% 程度のゼロエミッション電源は確保すべきであると考えます。一方、再生可能エネルギーにつきましては、ご承知の通りコストや系統インフラ問題など解決すべき課題が多く、政府の目標は2030年時点で 21% 以上となっていますが、多くても 30% を超えることは現実的ではないと考えています。以上から原発の発電比率は少なくとも 20% 程度が下限となると考えられます。また第二の根拠としては、2040年での原発発電比率は 21% とした国際エネルギー機関が行った将来の日本のエネルギー需給予想を示しています。さらに第三の根拠として、プルトニウムバランス維持のためのプルサーマル発電とその規模感を示しています。続く13ページ以降の提言6でありますが、2030年以降の長期における原発依存度についての考え方であります。2030年以降はエネルギー環境に関するさまざまな技術が実用化される時期と見込まれるため、その動向に合わせて原発については柔軟に考えるべきであるとしております。またより高い安全性や経済性が見込まれる場合は、運転年限の延長に加えてリプレースや新増設の可能性も検討すべきとし、特に第4世代と呼ばれるより安全性の高い次世代原子炉の研究開発を推進することを提言しています。また我が国の責任として、技術や人材の積極的な継承育成も行っていくべきことについても言及をしているわけであります。以上が提言の概要であります。本提言は本会がかねてより唱えてまいりました祝原発の考え方を深掘りしたものであり、これまでの考え方の方向性を変えるものではありません。また決して脱原発でも原発拡大でもなく、豊かな国民生活や経済活動を支え、地球温暖化防止に貢献するためには、安全性の確認された原発を相当な期間使い続ける必要があり、そのためには事故の反省と教訓を真摯に受け止め、原発が社会から受け入れられ、原子力事業が持続可能なものとなるよう全力を尽くすべきであるというメッセージとご理解いただければと思います。以上であります。はい、では、国の関与で安定した自衛対策をしていると思うんですけれども、イギリスでもこの CFD、これはですね、基準価格を決めて、いわゆる原発に投資をした投資家なり、原発を保有しているか、いわゆる事業体がある一定のリターンを確保できるという仕組みでありまして、当然電力市場というのはその時々の需給によって電力料金というのは上がったり下がったりするわけですね。で、原発を保有しているその事業体は一定の基準価格があって、それを保つ限りにおいてはある一定のリターンが確保されるわけですが、それよりもマーケットの値段が上がった時には返して、また当局に返し、またそれよりもいわゆる卸売市場の電力料金が下がった場合には補填をされ、常に一定の基準価格を保つことができるという、そういうシステムであります。従いまして、原発に投資をしたか事業体はある一定のリターンを得られると同時に、そのリターンの範囲でいわゆる金融機関も原発に対するファイナンスが可能となる、こういう考え方であります。2030年以降については、現時点で柔軟に考えておくべきであるということで、相当な期間使い続ける必要があるということを説明いただいたんですけど、はい、つまりこの相当な期間というのはどれぐらいのというか、つまり今の時点では未来永劫というか、その原発をなくすという選択肢は取っていないということなんですか。
そうですね、まあ、2030年という時点を一つの大きなポイントにしているんですが、それ以降新たなその原子力技術の、まあ、開発もありましょうし、まあ、それによってより安全という面もありますけれども、それ以外にですね、やっぱり新たないわゆるその再生可能エネルギーについてもより安定的な蓄電技術とかですね、から今一生懸命新しい電源として皆さんがある程度研究を重ね始めてきた水素だとかですね、いろんなものが出てくる。そういう状況の中で2030年以降についてはどういうふうな形になるかということが今の時点では必ずしも見通せない。省エネもですね、もっともっと進む可能性もあるということなんで、当然柔軟に考えますが、今の状況が続く限りにおいてはやはり 20% 程度というのは今後とも必要になるのではないかと、まあ、こういうのを思ってしております。リプレース工で原子炉を建設することは人材等の育成に貢献し経済効果の創出も期待できるというふうに書いてあるんですが、この場合の経済効果というのは、まあ、それ一体どれだけ経済的にプラスになるかというのは分かりませんけれども、やはり新たな原子力発電を建設するということは大きなやはりプロジェクトとなるわけでありまして、それに関わるやはり地域コミュニティあるいは各産業界に対するプラスアルファというのが大きく考えられるということで、まあ、当然のながら一基100万キロワットレベルの原子力発電所を新たに建設するということになればですね、まあ、当然1兆円のですねプロジェクトコストになっていくわけですから、その分についての経済的なプラスアルファが期待できる。そしてさらにはあらゆる面において、まあ、原子力発電原子力技術に関わるサプライチェーンの確立にもつながっていくのではないかと、まあ、こういうのを持っている次第です。福島の事故があった後で、この原発を作ることによって経済効果を期待しようという発想自体がそもそも国民の理解を得られるというふうに考えでしょうか。それはその今のですね、今現在のものというっていうか、従来のものとは違う、本当にある意味で技術面でしっかりとしたもので、従来の原子力発電所とは違った本当に安全性の高い信頼のおける技術に裏打ちされたものであるならば十分に考えられると思います。少なくともですね、原発をですね新たに建設しようかっていうふうに、計画をして開発をして、そして実際に着工して完成するまで20年はかかるわけですよね。ですからそういった意味で今新しく研究開発されている新しい原子炉といったものをある程度日本の技術者なりが研究をしながらそれができるのかどうかということをやっぱり判断していくべきではないかと思っています。各社どうぞ。すみません、技術通信の方だと思います。はい、制限の中の 20% を加減とするとですね、今会長がおっしゃったような話ぶりからですね、そうするとこれはもうもはや地区原発ではなくて原発推進法を受け取れるような内容及び私はそう思っておりませんで、祝原発という2011年の時の経済同友会が出した考え方もですね、決して原発を、どん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 減らしていって最終的にゼロにするなんてことは一言も言ってないわけでありまして、だそういった意味からすれば 20% というのは当面 20% を程度を確保しなければ世の中全体に対する貢献ができないと、まあ、こういう前提条件であります。まあ、やはり今これだけですね、原油価格が下がってきてもそれでもいわゆる一般消費者向けの電力料金は5月以降も上がるというふうに言われているわけですよね。まあ、こんなふうな状況の中で考えた時のいわゆる国民生活に与える影響、それから経済界に与える影響、そして何といってもこれだけの部分をですね、石炭なりあるいは LNG の火力発電で賄った時の CO2、 これを考えた時に、まあ、とにかくできる限り落としてはいくけれども、今の環境から考えた時に再生可能エネルギーの開発状況を見てもどう見ても 20% 以下に抑えることはかえってマイナスになるのではないだろうかという、そういう論拠から出してきたミニマム 20% という考え方であります。決して原発推進という考え方ではありません。はい、制限かけはい、
20% 程度加減とするとという言葉ですか、20% 以上っていうことですね。そうすると上限はどこまでなのかって歯止めがかからない気がするんですけど、その点についてはどうかも。今現保有している原発っていうのは福島、それからその後のいわゆる廃炉決定したものでいって48基、さらにその後5基が廃炉になりますから43基ですね。そうなってまいりますと、どんどん頑張ったところで、まあ、新しい原発が今現在できないという状況において言えば、まあ、30% 未満というのがミニマムだと思います。ミニマムというか最大だと思います。ですから 20% を下限として、あとはその時のそのいわゆる火力発電におけるポジションと再生可能エネルギーが太陽光以外の部分でもどの程度新たな開発が増えてそれなりのアベラビリティが高まるか、これによって原発のいわゆる比率っていうのは変わっていくと思います。 30% というところまであらゆる再生可能エネルギー水力も含めていけば、それは当然 20% 程度で済むと思いますが、もしそこまで再生可能エネルギーのいわゆる安定した電源としての再生可能エネルギーの開発が進まなければ原発の比率は高まらざるを得ないというのが考え方です。言葉というのはすごく意味が重くて非常にこう考えられたと思うんですけども、何パーセント以下とかあるいは何パーセント程度ではなくて加減を示したというところの意味を教えていただけますか。20% とかあるいは 20% 未満にするといって、例えば2030年時点で結果的にいわゆる例えば一つの考え方として、ベースロード電源といったものが十分に確保できない、あるいはゼロエミッションとしての再生可能エネルギーの開発が進まない、2030年こういう予定でいたけれども結果的にできませんでしたでは済まないというのが僕らの考えです。したがってそういった意味で決してある一定のことはタスクとして日本国として責任を持ってやらなければいけないということを考えた場合に 20% が加減というのが一番適正な表現ではないだろうかと我々は思った次第であります。会長すいません、はい、東京新聞の中澤と申します、はい、その全体の目標はいいんですけどね、地域性ってあると思うんですよ。例えば今関西電力とか九電、九州電力っていうのの原発依存度っていうのは非常に高いものだから、はい、逆にまあ低いところもあります。その辺とのこの 20% の話のあれっていうのはやっぱり地域によっては関電なんか 40% 以上だからもっと減らせと、九電もそうだ、じゃあ中部電力が 15% だからもう達成してるじゃないか、そういう考え方になっちゃうんだけど、そういう考え方でもいいんですか。申し訳ございませんが、そこまでは考えておりません。日本全体としての考え方でありまして、じゃあ関電は 20% を超えて 40% だけども中部電力は 15% なら 20% まで増やしてもいいのかとか、そこまでは考えておりません。日本全体としての考えだと思います。あとその落とし方なんですけど、 20% 程度とした場合、その時点で動かしている原発ってのは実際にどこどこっていうのは調べられたというか、今すでに原子力規制委員会に対してアプライされている20基程度というのが、すでにそれだけで 20% 弱になりますから、それにプラスアルファということをこれからまだ考えられる部分というのをお考えいただければいいと思います。はい、西日本新聞の島です、はい、今の質問に関連しますと、つまり大間原発ですとか建設中の原発の再稼働も含まれている、今ですね、はっきり申し上げて具体的に申し上げれば含まれていません。もちろん大間、それから島根3号、ここら辺はもう相当な部分、特に島根3号は 97% まで出来上がってるわけですから、あともう一工夫っていうか、もう一段進めれば完工するというそんな状況にあるわけですが、今あくまでも今の現在の考えとしてはですね、今ある48基、それから一部廃炉となる40年超えて各電力会社が廃炉にすることを決めた5基、それを含めた部分、それを考えた中で 20% を加減とするというふうな考え方です。大間とそれからいずれ大間とそれから島根3号は僕は稼働すべきだと思ってますが、今現在動いてない動いた実績がないので一応対象にはしておりません。リプレースについてはあくまで30年以降に基本的にもう今からやって30年以前ってありえません。大間島根は大間島根はありえます、はい、30年以前にありえます。30年時点のこの 20% 加減には今のところ入れてないということです。はい、はい、
あの経済界全体で見ましたら、経団連が 25% 超というのを、経団連ビジョンの中でまとめてますけれども、この数字は、どういう界の数字とほぼ一致していると見られているのか、やはりちょっとお考え方の方がある。申し訳ございませんが、経団連がいろいろとどういう経緯で、どういうふうな、なんていう検討を加えた結果になっているのかというところまで深く存じませんので、あくまでも我々のこの同友会の 20% を加減をとするというのは我々独自の考え方で、経団連との関連は全くございません。全くございません。はい、これ原発を重要なベースロード電源としたのは、これは国のエネルギー基本計画の、言葉の使い方と、足並みを揃えたんですけれども、この考えというのは、四国原発を打ち出したですね、震災直後からこの考え方はベースとしては変わっていないという。はい、はい、そうです。見てよろしい。はい。再生可能エネルギーについては、技術革新の余地ですとか、まだまだ残されていると思うんですが、2030年以降に、30% にはならないというような感じだと思うんですが、基本的にそれ以上のパーセンテージが可能になった場合に、できる限り原発比率を低減するというベースの考え方でいけば、この、2030年時点の 20% 下限という考え方も途中で見直されるということですね。そうですね、それはもうおっしゃる通りで、2つ、3つファクターあると思います。1つは再生可能エネルギーがより安定的に、そしてコスト的にも安く、その上で再生可能エネルギーが安定した電源として産業界にも一般家庭消費者に対しても可能になるということ、アベイラブルになるということが1点と、それと再生可能エネルギーの最大の問題である、そのいわゆる蓄電機能、この部分が今以上にですね、発達して十分信頼のおける蓄電機能が確立されるということ、この2つがある程度目処が立てば、当然ながらその段階において原発の比率は下げていっていくことは十分できると思ってます。何年かに一度定期的に見直されるという、今の段階でじゃあ次5年後にやるかどうかっていう、そこまでは決めてません。はい、はい、すいません、40年廃炉のなんとなく基準そのものを緩めるっていうのが伝わってくるんですけど、これは厳密に言うと法改正するしないといけない案件なのか、40年廃炉というのは、各社孤独に判断するのかいいのか、その、やり方として、ガイドラインのようなものを作ればいいのか。私はそこまで十分な、ことを知っているわけではございませんけれども、法改正の必要性はないんではないかと僕は思ってますし、今関電が出そうとしている部分についてもですね、高浜にしても40年を超えた部分1号2号その部分については原子力規制委員会に出して、その上でお墨付きをもらえれば稼働40年を超えても稼働可能、再稼働可能というふうに理解してますので、必ずしも法改正は必要ではないというのが私の理解ですが、はっきりと自信を持って言えるところではございません。はい、今回提言、代表幹事にも報告はされたかなと思うんですけれども、代表幹事の説明とか何か、もう全く先ほどから申し上げているように、祝原発という言葉に込められた意味は、ここで言っていることとほとんど一緒ですので、代表幹事も、それから幹事会でも、違和感なく受け止められました。代表幹事、6月から、そこら辺この点にも踏まえて、いや最初からスタンス変わってませんので、実は何度も私の方から申し上げている通り、だから変わったわけじゃなくて、はっきりさせたということですよね。はい、夏のセミナーでも我々の伝え方はまずいと思います。あの時もはっきり申し上げたんですけどね、というのはないです。深掘りって言葉を使ったかどうかですね。うん、何回ぐらい議論されたんですか、浅田委員会で。8月って言いますか、夏季セミナーでこの5加盟を受けてですね、その後準備期間があって、こういう問題ですので、
環境エネルギー委員会って大変注目を浴びておりまして、多くの経済同友会のメンバーの方が所属されておりますけれども、やっぱりこの原発を深掘りしてどうあるべきかってことはやっぱり大委員会の中ではなかなか難しいってことで、いわゆる分科会を作ってそのメンバーを選定してってことで、最終的には15人から20人程度の人数に絞って議論したわけですが、10月から始まって1月いっぱいです。ベースロード電源としてということで、その原子力は運転コストが低廉で変動も少なく書いてあるんですけども、はい、まさに事故なく運転しているうちはそうなのかもしれないんですけども、例えば廃炉とかですね、いろいろお支払い結構処理と考えると原子力は本当に低廉なのかという議論があると思うんですけど、その辺はどのように、今はですね、これはもう本当に、経産省が各電源のコスト比較っていうのをやってるんですが、大変そのデータが古くて、ただ今回新しく国としてエネルギーミックスを見直して、打ち出してくる過程では当然新しいものが出てくると思います。出てくると思いますが、何回も経産省あるいは NHO の方とお話してますが、今現在は2011年レベルのものしかありません。で、2011年レベルのものに福島の事故をのいわゆる部分を5兆円強入れて、そしてそれ以外に廃炉の部分についてのコストを入れ込んだ結果が 8.9 円ですので、キロワットは従いまして、それ以上になる可能性ありますけれども、そうは言っても1兆円増えても0.1円等々のレベルでありますので、まだ本当に比較対象から 8.9 円が正しいかどうかは別にしてですね、ある意味で相対的にはやはり安いコストであろうというふうに考えています。原発は今後も言葉としてはよろしいんじゃないかと思いますけど、はい、その前の段階、福島が起こる前っていうのは 50% に持っていこうっていう完全な原発拡大方針だったわけですから、それが 30% 弱だったその福島の時の比率がですね、下がっていって今ゼロですが、それと安全の確認されたもの、そして安い低コストのものを使っていくという過程の中で 20% っていうのは、やはりそういった観点からいけば僕は四国原発だと思いますし、さらなる技術開発、技術のそのいわゆる進展に伴って見直しをしていくということを考える以上、四国原発という基本的な考え方には変更はないと思います。まさに社会の受け入れ入れてもらうための取り組みが必要だと思うんですが、経済界としてはどのようなことをされていくか、そこはこの委員会の中では議論がされています。なんていうんでしょうか、例えばその廃炉になった後のですね、経済的なその地域コミュニティの経済の活性化のために経済界として何ができるか、例えば再生可能エネルギーを呼ぶとか、あるいはこれからどんどん廃炉っていうのは必要になっている。廃炉ってもう30年から40年かかるわけですよね、廃炉だけで。従いましてそういった部分についてのいわゆる廃炉になるところの地域に対して経済界が努力をして一致して、新たな産業を呼び起こすとか、そういったことについて努力をしていく、協力をしていくっていうことぐらいだと思います。すいません、この提言は福島の経済同友会も受け入れるとお考えでしょうかと思ってますか。はい、すいません、ご意見のお返しですが、この計画をもしその2030年時点で 20% 以上、20% 限りの原発が動くことを前提にすると、2030年に必要としているエミッションカット、排出量削減の目標、日本の目標、これはどの程度に、その段階であくまでも我々が考えているのは 50% ゼロエミッションなんですね。ですから 20% が原発で、とにかく 30% 程度まで再生可能エネルギーのキャパを上げていかなければいけないということで、 50% 程度ということになるとですね、2005年対比で 15% 程度というところが一つの目安かな。ただこれは2009年でしたか、麻生政権の時に一つ試算を出したものに基づいておりますし、あとはもう一つは今結果的に原発が動かないで石炭火力を、あるいは LNG 火力を中心に火力発電所にシフトしている部分を原発に戻していくことによって低減されて減少する CO2 の部分を考えた部分ですので、精緻な数値ではありませんが、2005年対比で 15% 程度、場合によっては90年対比で 7%、8% とか、そんな感じだと思います。
2030年目標が 50% が達成できればですね。4ページの第1パラグラフではリプレースや新規の可能性も排除すべきではないとありましたが、まあ、排除すべきではないというのはどちら寄りに読んだらいいんですか。そのやらずに済めばやらないにこしたことはないか、あるいは、容認するどちら寄りでしょうか。このリプレースっていうのはどういうことかっていうと、同じ場所でそれで従来のその原子力発電所を、まあ、取り壊して新たなそのいわゆる同じ場所でやるのでリプレイス、全く新しい場所でやる建設するのが新設と、まあ、こういう理解なんでありますけれども、あくまでもリプレイスあるいは新設を排除すべきでないという考え方は、その今ちょっとここに提言書に載ってますけれども、ナトリウム原子炉といったようなものが完全にこう何て言うんでしょうか、商業ベースにも乗る、そして技術的にも十分それなりの信頼性が得られるという前提においては、そういったものが確認された段階ではこういった部分についても追加してやっていくことを検討すべきというふうに思っております。それと同時にその時点で先ほどちょっと触れましたけども、再生可能エネルギーについてのですね、いわゆる信頼性が十分に確保できないという、そういう前提であります。日本というのは大変再生可能エネルギーには厳しい地域でありまして、山が多いとか、まあ、温泉が多いとかいろんな問題ありますけれども、なかなかその欧米あれ特にアメリカとかそういったところでやるのとはですね、地域的なまあ、欠点といいますか短所がありますので、本来やらなきゃいけないんですが、なかなかいわゆる設備稼働率でありますとかそういったものを考えたときには厳しいなというのがありますので、先ほどもちょっと申し上げましたけど、できなかったっていうことで許されるものじゃないと僕は思ってますので、その意味でも同時並行的に常に検討は続けるべきであるというふうに思っています。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。